突然足の病気が見つかった犬がいました。その犬はもう以前のようにしっかり歩くことが難しくなってしまったのです。どうにかしてあげたい。義足を使ってみるもなかなか上手に使いこなせなかった。そんな愛犬のためにいいアイディアを思いつきました。果たして犬は何をプレゼントしてもらったのでしょうか。アメリカ・バージニア州在住の家族と暮らすゴールデンレトリバーのサリー。10歳のサリーはとっても明るく、走り回るのが大好きな子でした。ところがある日突然、サリーの左前足に腫瘍が見つかったのです。足の切断が必要です。と獣医さんに言われてしまい、飼い主さんはとても衝撃を受けたと話します。飼い主さんは突然告げられたこの状況にショックを隠しきれません。ですが、サリーには長生きしてほしい。これからも一緒にいたい。飼い主さんは手術を受けさせることを決断しました。大丈夫よ。私たちがついてるからね。左前足の足先を切断したサリー。歩くことはできますが、どうしてもぎこちない動きになってしまいます。そんなサリーが少しでもスムーズに歩けるように、義足を試してみることにしました。しかし、サリーは大型犬なので、足への負担が大きいため、義足がすぐに壊れてしまったのです。何かいい方法はないかしら。すると、飼い主さんはあることを思いついたのです。サリー、これならどうかな？なんと、飼い主さんは以前まで自分が使っていたスニーカーを改良して、犬用の義足を作ってしまったのです。その義足はまさにオリジナルで、スニーカーのかかと部分を残して切り、装具をつけたもの。早速飼い主さんがサリーの足に手作りの義足を装着してみると、サリー上手に歩けてる。以前義足で歩いていた時とは明らかに違う様子で、スムーズに歩くことができたサリー。最初はサリーも義足に対して嫌なイメージが残っていたようですが、ゆっくり歩いてみると次第に慣れてきたのでしょう。おそらくスニーカーの方がクッション性や通気性があって良かったのだと思われます。またそのスニーカーは大好きな飼い主さんが履いていたものなので、匂いが付着しており気に入ったのかもしれませんね。手作りの義足をプレゼントされたサリーは、その日からたくさん歩くようになりました。部屋の中では家族の後を追いかけたり、ボールなどのおもちゃでも以前と変わらない様子で遊んでいるそうです。さらに冬がやってくると、サリーは雪が降り積もった庭に出て大はしゃぎで走り回ることができたというから驚きですね。こんなに元気に動けてよかったです。サリーも楽しそうですし、私たちも本当に安心しました。サリーは足の一部をなくしたとは思えないほど普通に生活を送っていて、とても幸せそうです。こんなに愛犬のことを思ってくれていることも、きっとサリーも伝わっていることでしょう。これからも手作りの義足でおばあちゃんになるまで元気に走り回ってほしいですね。よかったね、サリー。動物が義足を使うことはあるけど、履き心地とか言葉ではなかなか伝えられないもんね。でも大好きなご主人のスニーカーを使っているところが素敵ですね。足の一部は失ってしまったけど、これからも元気に暮らしてほしいな。ご視聴いただき
ありがとうございました。